目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。
した。よどみのあふれで振り上がって死に至る。なんだと。わしのことならあいにくとまとじゃが、しゃべるのは面倒じゃ。あとはブッシー殿には会われましたか。ああ、あれは。はい。我が師道元より聞いたことがあります。竜院は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を竜害と呼ぶと。知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その竜害を治す術は。わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。また。
Yeah.
Yeah.
何をしている？あなたですか。竜骸の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか？竜骸にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜骸にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。ひょうたんの種。はい、それ種をひょうたんに植え付けます。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬。妙ですか。貢献があれば奇妙と思うことでもいい。それが我が師ど。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた薬水のかさ増しをしましょう。では。お前さんもにぎやかな。
この戦、果たして勝てるものかの。どうにも悪い予感がするのじゃ。何の弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おう、鬼は行部正隆様か。多少手門が抜かれるなど考えられぬわ。
せ。